試合の結果をお知らせします。第2コートで行われました女子22番熊本中央高等学校から23番you
勝ちをもちまして高岡商業高等学校が勝ちました。
お支払いください。よろしくお願いします。Yeah!
試合の結果をお知らせします。ただいま第2コートで行われました男子
試合の結果をお知らせします。ただいま第2競技場で行われました男子32番和歌山北高等学校対33番高崎商業高等学校の